どうも、マサヤングのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、Zoom の G2.4、これ発売されて間もないですが、未だですね、Zoom のサイトの方で、あまり詳細な情報が、公開されてないということで、いろいろ僕がつついてですね、分かったこととかご質問いただいたこと、コメントいただいたことを、お答えしていきたいなというふうに思います。面白い使い方を見つけましたんで、ぜひ最後まで見ていってください。まずですね、この切り替えの、このね、エフェクトがここに6個並んでるわけなんですけど、これをね、ずらしたいけど、このボタンを足で踏めるのか問題っていうのはあります。で、もちろん裸足であるとか、靴下履いてる、まあ屋内の場合は、まあ頑張れば押せると思います。親指が器用な人だったら押せると思いますけど、外でですね、靴を履いてる状態でこれを押すのはかなり至難の技だと思いますので、あまりその足でね、このエフェクトのこの位置、ここを変えるのはあまり現実的ではないかなっていう感じです。で、なんか噂によるとですね、このフットペダルがあるという噂なんですけど、で、刺すならこのコントロールインに刺すと思うんですけど、一応今のところの簡易な説明書では、ここではエクスプレッションペダル、このね、ワウとかね、ボリュームペダルになる、やつ、ズームのやつを刺しましょうって書いてるので、対応してないかもしれません。その辺はちょっと調べてないんでわかんないんですけど、っていう感じですね。はい、では次はですね、ルーパーについて見ていきたいと思います。で、この辺のルーパーはズームのこのね、エフェクトに組み込む、ルーパーエフェクトに組み込む、リズムマシンと操作方法は一緒だと思います。まずリズムから見ていくと、普通にこのリズムのところをオンにするとリズムが流れて、まあ、パターンを変えたりとかですねできるわけですね。で、まあ、BPM とかボリュームとかあるという、まあ、シンプルなリズムボックスというかね、リズムマシンになっております。で、その次、ルーパーですね。ルーパーはですね、これも触ったことある人わかると思うんですけど、このタイム、一番左のタイムっていうところが、マニュアルっていうのがまずあります。で、マニュアルっていうのは、好きな、もう、リズム関係なく撮るっていうモードをですね、押した瞬間に、撮って、押した瞬間に止まるというかね、録音終了っていう形。で、もう一個、リズムマシンと同期する場合っていうのは、さらに右に回していくと、四分音符何個取りますかっていうね、表示が出てきます。で、これで取りたい、音の長さを決めておいて、で、ルーパーを、これリズムマシンオンしないといけないのかな。このままルーパーをオンすると、2,3,4。2回連続押すと止まります。で、2回連続押したまま長押しすると、クリアになります。この辺は多分 Zoom のいつものやつと同じだと思います。次はですね、 JC との相性なんですけども、質問でリターン挿しはどうですかっていうのがあったんですけど、そのリターン Zoom のそのマルチエフェクターでリターン挿しが対応してるのは、まあ、推奨されてるのはあの G6 あたり以上みたいなことをなんか聞いてくださっている方がいらっしゃいましたんで、おそらくそうなんじゃないかなと思います。で、実際刺してみたらとても使えた音ではありませんでした。で、普通に正面から正面から見るかな、ここにねあるんですけど、正面から刺した場合ですね、結構いい音になります。これ今フェンダーのアンプシミュレーター入れてるんですけど、結構そのこういうなんかね、フェンダーっぽい音になるアンプとかありますよね。そんな感じで使えるんじゃないかなというふうに思います。例えばマーシャルとかだと、ボックスとかだと、感じで、まあ、JC と一緒に使うのであれば、前から刺した方がいいかなと僕は思います。でね、リターン刺しいろいろおすすめする方いるんですけど、リターン刺しね、実際のその、演奏の現場というかね、では結構不便な感じがするんですよね。直感的に音がでかいと思った時に、一応こっちこのね、あのエフェクター本体でもあのマスターのねボリュームとかいじれるので、パッと下げれるっちゃ下げれるんですけど、このつまみの大きさとかがやっぱり
めちゃめちゃ操作性がいいので、基本的に JC の場合は前から挿した方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ最後にオーディオインターフェース関係の、ね、見つけたところを話していきたいと思います。でこれねすごい発見がありましたんで最後まで見ててください。でまず、オーディオインターフェースにした状態で撮った場合ですね、ルーパーの音は、入りました。ドラムもループした音も入りました。ただですねこのオグジュアリーインからこう AUX ですね AUX インから、入れた音はそのオーディオインターフェースで録音することはできませんでした。はい、回路が違うんでしょうね。でもちろんですね、エフェクト全部、中の、ね、エフェクト全部すっからかんにした状態だと一応バイパスっぽい感じ、まあ、中通ってるんで完全にバイパスじゃないかもしれないですけど、まあ、バイパス的な使い方もできると。で最後これが一番ね僕はびっくりしたんですけど、これスマホにつなげないかなと思ったんですよ。で今ねこれねここでモバイルバッテリーで給電してるんですけど、あの もちろんオーディオインターフェース使うときはこの USB をあの PC に挿して使うわけなんですが、基本的にスマホで、まあ、最近ねそのスマホをオーディオインターフェースに使える機械っていうのが増えたというか、インターフェースのなんかあの規格がね、いろんなものに使えるやつ、ドライバーとか入れなくても使えるやつが増えたんで、これも使えるかなと思ったんですけど、まずこっから直でスマホに行った場合、 iPhone にしましょう。僕 iPhone でしか試してないんで iPhone に行った場合、スマホをインターフェース、フェース代わりにする場合は必ず電源供給が必要になるわけですよ。でこれ電池入ってないんで、あ、ダメかと思ってたんですけど、いやいやいや、ここに 9V のね普通にアダプターさせるじゃないかと思って、ここに 9V のアダプターを挿した状態で、スマホに変換ケーブル、このね USB にあのライトニングを変換するやつを使って挿すとですね、なんとスマホで、撮ることができました。で、もちろんそのガレージバンドとかでも、使えるんですけど、なんとビデオアプリ、普通の写真とかビデオのビデオアプリの音声としてこれが使えるんですよ。だからなんていうか弾いてみた動画とかで、結構使えるんじゃないかなというふうに思いました。こちらが iPhone に、G2-4 をつないで、ビデオ撮影した動画になります。はい、こんな感じになります。はい、ということで質問に答えていきましたけども、まだね、なんかいろんなズーム側のネットの情報が整ってない状態なんで、他に知りたいことなどあれば、ね、質問していただければとか、こんなことできるんですかってコメントいただければ、お答えしていきます。で、またこの動画が良いなと思われたら高評価お願いいたします。ということで今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。